ボトシャニ市電はルーマニアの都市、ボトシャニ市内に存在する路面電車。1991年に開通したルーマニアで最も新しい路面電車路線で、2020年現在はボトシャニ市の公営企業であるエルトランスによって運営されているが、施設の老朽化に伴い同年以降全線にわたって運行を休止している。1980年代、 ニコライチャウシェスクによる共産主義政権下にあったルーマニアでは他国からの債務増加の抑制対策として海外からの石油の輸入を抑える代わりに各地の都市に化石燃料が少ない路面電車を建設する計画が進められていた。ボトシャニの路面電車もその一つで路線バスの輸送力不足を補うため1989年に建設プロジェクトが始動したが 営業運転を開始したのは、ルーマニア革命により、チャウチェスク政権が崩壊した後の1991年9月となり、結果的にボトシャには2020年時点で革命後に路面電車が新規に導入された唯一の都市となっている。開業時から2020年現在まで、ボトシャに主電は住宅地と工業地帯を結ぶ、伏線の本線と単線の支線による、 全長 7km の路線網を有しており、以下の2系統による運行が存在し、両系統とも運行間隔は10から15分となっている。かつては本線、支線の住宅地にある終点をつなぎ環状線を作る計画も存在したが、2016年時点で中止されている。2020年現在、ボトシャニ市電で使用されている車両は、ドイツのドレス電子電から譲渡された。 タトラ T4D に統一されている。これらは開業時に導入されたルーマニアの国産伝接車の V3A や90年代後半にドイツのマクデブルク市電から譲渡されたタトラ T4D の置き換え用として2002年から2011年まで導入されたもので老朽化した量形式に変わりボトシャに市電の大幅な近代化に貢献した。塗装については基本的に ドレス電子電時代のものがそのまま維持されているが、中には広告電車となっている車両も存在する。ボトシャニシ電は施設の老朽化が進み走行時の騒音や振動が大きな課題となり、脱線事故により負傷者が発生する状態となっていた。そのため、ボトシャニシ全体の再開発計画や交通網の近代化等の一環として、同市は 市電の路線網を路線バスへ置き換える計画を進めている。これを受け、2020年8月1日以降、ボット社にニ市電は全線にわたって運行を休止している一方、並行する区間に穴通るイスズオートモーティブサ内製ノンステップバスの導入が実施されており、2020年代中にボット社にニ市電は廃止されることになっている。ありがとうございます。